皆さんこんにちは。こちらは京成線空港第2ビル駅です。成田空港の中に京成線の駅は3つあります。1つが終点の成田空港駅、2つ目がここ空港第2ビル駅、そしてもう1つが初代の成田空港駅である東成田駅です。今日は東成田駅をご紹介するとともに、今は使われていないホームとかコンコースを前に入ったことがありますので、その中の様子をご紹介したいと思います。まずは地図で東成田駅の位置を確認していきます。こちらが空港周辺の地図です。僕が今いるのは空港第2ビル駅です。先ほど京成線と成田エクスプレスが走っているのが見えましたが、ここが JR と京成の成田スカイアクセス線の線路になります。ここもともと成田新幹線用に作られていた線路と駅になります。成田新幹線用にここを確保してたので、京成が成田空港が開港したときには、ここ京成本線ですが、今の成田空港駅ではなくて、東成田駅が成田空港駅という扱いでした。そしてここからバスに乗って、ここ第一ターミナルですが、第一ターミナルまでお客さんを運んでいたということになります。ただこれがものすごく面倒くさくて、お客さんに不評だったので、ここの成田新幹線用に作ったものを JR と京成が使うということになって、京成はここ短絡線を作って、ここの空港第2ビル成田空港駅に乗り入れるという、こういう形になっています。ということで、今では東成田駅、空港周辺に勤務される人が使う駅なんですが、もともとあったスペースの半分ぐらいしか使っていません。なので使っていないところは廃墟状態になっています。まずは空港第2ビル駅から東成田駅に歩いて行きます。こちら空港第2ビル駅の改札口です。まずは出口に出てみます。こちら広々とした空間が広がっています。この目の前、かなり広いところは昔パスポートのチェックを全員にしていたところです。ここの突き当たりを行って左に曲がると空港第2ビルのターミナルになります。今日はこの右側というか真ん前のこの小さい入り口に入っていきます。日本一短い鉄道、芝山鉄道線と書いてありますが、この先が東成田駅になります。東成田駅は京成線の終点とともに日本一短い芝山鉄道線の始発駅でもあります。そしてここ空港第2ビル駅から京成東成田駅までは500メートル地下道を歩いて行けます。ここを曲がっていきます。ちなみにこの通路長くてですね、真ん中あたりは携帯電話の電波があんまり通じません。僕ドコモなんですが、途中で切れます。この通路が延々と空港第2ビルから東成田駅まで続いています。まあ一人も人いないですね。途中このような標識があります。今どこまで来ているのかということですね。現在地ここなんですけれども、2ビルの駅から顔入ってきて、こうまっすぐ行って右に曲がって東成田駅という、そんな感じです。そしてさらに歩いて目の前に東成田駅が見えてきました。こちらが東成田駅です。ここが改札で、右の方に広場が広がっていきます。この目の前のアイボリー色の壁の向こうに昔は改札口があったようです。後で中をご紹介します。そしてこちらの右側の階段、エスカレーターを上がると地上に出ます。この東成田駅が成田空港駅として誕生した当時、ここから旅客ターミナルまでは歩いていくのにはちょっと距離があって、バスに乗っていました。ですので、この階段、エスカレーターを登って上にバス乗り場があって、そこからバスに乗っていました。ちなみにこのエスカレーター、なんかよくわからないカタカタした音がしています。なんか壊れそうですよね。そしてこの右側というか正面が昔のバス乗り場になります。こちら反対側に行くと施設があるのですが、ここ今では成田空港で活躍する警備犬だか麻薬犬の詰め所になっています。
ちょっと警察施設なのでこれ以上中には映していませんが、中見るとワンちゃんたちがいます。そして反対側に行きますと、このように使われていない出入り口があります。もうこの駅ですね、使われていない閉鎖された空間がいっぱいあります。振り返ってみるとこんな感じです。この左側が先ほど登ってきたエスカレーター階段になります。そしてもう一度コンコースに戻ってみますと、昔のスカイライナーの写真があります。パネルの右側の車両が初代のスカイライナー AE 型ですね。そして左側が2代目スカイライナーの AE100 型です。それでは改札の中に入ってみます。改札こちらでぐるっと回してみます。この部分は今でも使っているエリアになります。できてもう50年ぐらいですかね。もうかなり古ぼけてしまっています。右側のエスカレーターは現役です。そしてこの真正面の壁の向こうにコーヒーショップが実はあります。こちらですね、寄って見てみますとコーヒーショップエクレールと書いてあります。こちらにも別のお店があります。こちらは使われなくなった生産窓口ですね。こんなものがあっちこっちにこの駅にはあります。この進入禁止の柵の向こうは多分ですが、先ほど地上で見た出入り口につながっているはずです。それではこの左側の階段を降りていきたいと思います。実はもう電車が来てしまっていて、本当は来ている芝山中央駅に乗ろうかと思っていたんですが、動画撮影しながら走るわけにもいかないので扉が閉まってしまいました。この列車は京成成田発芝山中央駅です。東成田から芝山中央田までは芝山鉄道線ですが、芝山鉄道だけを走る列車はありません。すべて京成線の京成成田またはその先に直通する電車になります。昼間はワンマン運転をしています。朝夕はご覧の通りに何も書いてないところ上野駅ですが、上野駅とか西馬込駅、都営地下鉄線直通がありますが、だいたい昼間は40分間隔で列車が来ます。そしてこの左側、この真正面のところが使われなくなったホームになります。後でこちらの使われなくなったホームをご紹介します。こちら目の前が芝山千代田の方面になります。左側が1番線2番線そしてこの奥が3番線4番線になります。レールは今でも敷かれています。夜に車両が留置されていたりします。ここからも見えなくはないんですけれども、こんな感じです。ちなみに京成上野駅地下駐車場の電話番号、市内局番が紙3桁というのが時代を感じさせます。この東成田駅、成田空港駅として1972年に完成します。ところがその後、成田闘争の影響で成田空港の開港が遅れに遅れて、開業したのは1978年で、できてから6年後です。その間この駅はずっと放置をされていて、今エスカレーターに乗っていますが、このエスカレーターとかもうショートしてですね、全然電気も入らずに動かなかったようです。6年間結構この駅湿気が強いので、湿気だらけで電気の回線が全部ショートとかしてほとんど廃墟状態だったらしいです。そしてその後1991年に今の成田空港駅ができると東成田駅になって、この駅は空港連絡という使命を失いました。東成田駅ができて51年、最初完成して利用できずに6年経って、できて13年間は空港ターミナルとして利用したものの、その後32年こんなような状況が続いています。かなり悲劇的な駅だなというように思います。それでは使われなくなったところのご紹介をしていきます。撮影したのは今から5年前2018年です。東成田駅、昔の成田空港駅が開業してから40周年ということで、使われていない専用ホームを一般開放するということで訪問しました。静止画ですが50枚ほどでご紹介をしていきます。まず行ってびっくり、人がいっぱいということで、駅のコンコースからは人が溢れてしまって、外にも列が続いていました。
とにかく全然列が動かなくてですね、この第5ゲートというところからずっと並びながら入っていきました。普段ほとんど人も見ない東成田駅にこれだけ人が来たっていうのもすごい集客力だなというように思いました。駅の通路もこんな感じです。普段は本当に人がいません。そして中に入るとこんな感じになっています。先ほど壁が見えていて、その奥がコンコースで使われていないところですという話をしましたが、そちらにあります。この日は一般開放でしたので、蛍光灯がついていて、まあ見られる感じですけれども、とは言ってもほとんどゴミみたいなものがいっぱい置いてあります。ちなみにこことかは路線図があります。まだ成田空港に JR が来ていない時の路線図だと思います。ここを拡大すると見えますかね、竹富士、昔懐かしい感じですが、サラリーマン金融、お金貸してくれるところですね。昔ガンガン CM 打ってましたけども、こういうのが残っています。そして同じところを別のアングルから撮っていますが、やっぱりただのゴミがいっぱいゴロゴロ置いてあります。こちら先ほど撮影していたコーヒーショップですね。中はこんな感じです。カウンターがあって椅子は陶製のものがいくつか置いてあります。とはいってももうほとんど使われない感じですね。そしてこちら、これわかりますかね、初代のスカイライナー AE 型の形をしていますが、ここがスカイライナー乗り場になります。反対側を撮るとこんな感じです。ここ規制線が張られていて、この真ん中のエリアには人が入れないようになっています。こんな感じですね。そしてこちらが上の西馬込方面3、4番線乗り場と書いてありますが、3、4番線は今も使っているところです。ですので使用されていないのは1、2番線の成田空港駅だった時にはスカイライナーが発着していたところで、今使っているホームは前から上の西馬込に行く特急急行が発着していたホームになります。ちなみにこの目の前の銀色のやつが当時の改札口になります。改札口といっても駅員さんがいるところのだけを持ってきただけだと思います。これですね、よく見ると軽食喫茶とかコインロッカーとか書いてあります。あと分かるかな、ここにバンコブ東京って書いてあるんですが、昔あった東京銀行、今の三菱 UFJ 銀行ですね、それの看板とかがあったりします。こちらも同じような写真ですね。ここにダイナースカードの広告とかがあったりします。そしてこちらがスカイライナー乗り場になります。ここ光ってて明るいですが、今何も電気がついていない使われないホームになります。そしてこのスカイライナー乗り場っていうのを逆側から撮っています。ホームに降りるとこんな感じです。左側が1番線、右側が2番線です。この日は見学客が結構いましたので、こんな感じでみんながいろんなものを撮影していました。こちらが2番線ですね。右側の方が今使っている3、4番線です。駅名標、成田空港駅、当時のものがそのままあります。次は成田です。アップにしてみるとこんな感じです。ホームにある駅名表もこんな感じです。これは千葉銀の広告が下についてますね。それから駅壁側の広告は See you again スカイライナーというスカイライナーの広告があります。一方でもうこちらは下の広告はもう壊れちゃってる感じです。こちら下のところ見えている天井のところも壁板がちょっと剥がれている感じですね。そして行き先表示ですけれども、上の方面というところで、この
上野の上のこの横棒がちょっと上上がりなのか昔風の書体を感じます。ここも昔は何か広告があったと思いますが壊れちゃってます。拡大するとこんな感じで蛍光灯丸見えです。それからこちらが壁にある広告の別バージョン、感動が加速する特急スペーシアで行く日光鬼怒川ということで、今の東武の百景ですね、スペーシアができた時ぐらいだと思います。真ん中本当に見にくいですが、これがスペーシアの個室ですね。今もうだん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 なくなってきてスペーシア X の時代ですから、かなり時代を感じます。そしてこちらも2番線ですね。こちら向こう側が今使っているホームです。こうやって蛍光灯をつけるとどっちのホームもですね、同じぐらいな古さだと思います。こちらの今使っていない方は蛍光灯が落ちてますので、あたかも見るとですね廃墟っぽく見えますが、電気つけるとまあ今使っているものとあんまり変わらない感じです。そしてこちらが京成成田型になります。出発信号機が赤になっていますが、この線路今でも現役で夜間に車両が留置されていたりします。そして逆側に行きます。芝山千代田方に歩いていきます。途中で時刻表を見つけました。これがスカイライナーの時刻表になります。アップをしてみるとこんな感じです。見えますかね。ここ下にモーニングって書いてありますが、モーニングライナーは7時52分発のものが1本あります。それ以降8時台、9時台、10時台、だいたい1時間から40分ごとに走ってきていて、その後40分ごとになって、夕方ちょっと30分間隔ここなっていますが、その後また40分間隔になって終わりという感じで、今スカイライナー20分間隔ですので、このほぼ倍以上の本数が走っています。すごくこうやって本数を見ると時代を感じます。そしてお手洗いの案内です。お手洗いはスカイライナー3号車でありますというところで、上に手書きでニュースカイライナーと書いてありますが、ニュースカイライナーと言ってるのは AE100 型です。これですね。前に貫通扉がついてるやつです。そして反対側のホームに成田行きの電車が来ています。さらに芝山千代田型まで歩いていきます。こちらがホームの端になります。ホームの端、この左側のこちらの線路ですね。3番線の線路は芝山千代田に続いていますが、1、2番線は行き止まりになっています。ここ車止めがあります。この車止め、2番線の車止めになります。こちら1番線の車止めです。ここに人がいますが、ここに入って撮影ができましたので、撮った写真がこちらになります。こう見るとここから京成上野駅まで60キロ強線路が続いてるんだなとちょっと感慨深くなります。これ現役当時ここに入れたらすごくいい写真が撮れたような気がします。動画とか撮ってですね、こうやって迫ってくるスカイライナーとか撮りたかったなっていう気がします。そしてこちらホームに置いてあった椅子ですが、なぜかジャンプが置いてありました。そして出口に向かっていきます。出口といっても先ほど降りてきたところは上がるだけですけれども、上がるとまたこんな感じです。そして戻ってきて、コンコースはこんな感じになっています。こちらが使われなくなった生産所ですね。ここに物干しの洗濯のものとか、あとハンガーがあったりとか、ちょっと何か生活感が漂っていますが、多分宿直の方とかが使っているのか使っていたのかだと思います。こちらまた別のアングルから撮っています。よく見ると自動化切符定期券入り口と書いてあります。ちょっとこれ見えないんですが、多分ここが成田空港だった最後の最後ぐらいに自動改札になったんじゃないかなという気がします。1990年代の初めですので、ギリギリ自動改札がついたぐらいだったと思います。
こんな感じですね。これが友人だった頃の改札で、切符切りの人が入っていたところですね。これゴミ箱だと思います。あとはもうなんか無造作にセメントの袋とか置いてあってですね、これ多分なんかタイルだと思いますが、こんなものがあったりとか、なんか缶があったりとか、この電話コーナーってちょっと見づらいですけどもあるのが、これも時代を感じさせますね。今みんな携帯電話持ってるので公衆電話全然使わないですけども、当時は電話コーナーがどこにあるかというのは結構重要な情報でした。以上が公開されていないところのご案内になります。公開されているところでもこの周辺には見どころがいっぱいあります。この駅の隣の芝山千代田まで芝山鉄道線が日本一短い鉄道として走っていて、それもそれで面白いですし、そもそも京成の成田空港駅とかはもともと成田新幹線の駅として作られた駅で、その後魔改造されまくっていたりとか、空港第2ビルでは扉が開くのに電車に乗れないところとかがあったりして、いろいろ見どころ満載です。そのあたりについては別に動画を作ってあげていますので、概要欄にリンクを貼っておきます。もしご興味のある方はご覧いただければと思います。このあたり成田空港、飛行機を見に来るのもいいですが、京成線のあれやこれやを探しに来るのも非常に楽しみです。乗り物好きな人にはかなり楽しめるところだと思います。動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。